おはようございます。2024年初釣り新春のハブカップに時田ボートから来ましたよ。なんとか1匹、初バス1匹ね、1日頑張っています。イエイ。なんか言うやつかなんか言うやつか。今日は1匹だから、もうこんくらいの釣っちゃうから。それどこ、45センチ、45センチ釣っちゃう。あ、45センチ、ウィーの45センチ、こんくらい。お願いします。簡単です。はい、動画撮っとこうか。開けてから結構釣れなくなってるんで、じゃあ、他の方気をつけて、人見とか気をつけて、1日楽しんできてください。スタート1日になります。はい、よーっ。ボートはもっと飛ばせねえのか限界です。結構集中型もいるし、東に行く人もいるし、西方面は打ち入れて今4艇ぐらいか。これダイヤモンドフォーメーションで向かってる。本日のラインナップ、いつものスピニングにベイト2本、ミノーとワンフックアラバマ、まあここら辺使うことはないと思うんですが、とりあえずね、ライトリグで初バスを狙っていきますよ。さあさあ、スタートですよ。これにレッグワーム。まだまだ濁っているから、レッグワームの黒ツンツンやって、止めると、ちょっと待つとトゥン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 って始まったりするから、投げて、この前はね、そっち浅くなんじゃん、そこの岬からまっすぐこの駆け上がり沿いで結構反応が多くて、この前はまだね、なんか中層でも全然食ってきたから、投げて回収、もうテンポよく探って、ダメだったら入れ直しての繰り返しだったんだけど、今日はどうだろう、水温が今 9.6 度、ちょっと下がったのかな。うん、気持ち下がったか。で、ね、向こう行くと11度。ああ、すげえ。でも釣れるベイトの塊ざっくり映ってるから変わってないと思う状況。完全に裏回っちゃうと思う。そんな、なんかパシャって、そんないきなり当たると。ごめん、ちょっと左に回すね。
こは下がってくれた方がさ、でっかいのが食うようになってくるから、この前の状況だとまだチビーがさ元気満々で、うん、先に中層でもフォーリングでもうタン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 って当たり出ちゃうぐらいの状況、うん、結構この前はテンポよく探って入れ直して入れ直してって感じで良かったんだけど、今日はちょっと ただなんでスタックが多いな。多分このまあスーさんの方だと後ろに投げてオダがあるから、それ絡みで結構いい感じで通ると当たりが出たり、これは結構こう3アクションぐらいして当たった鳥じゃねえな。鳥じゃない。全部鳥じゃない。まあ、ちょっとスーさんそっち側ちょっと集中。カメもいなかったし。いやカメこの前いたんだよね。たださ、ちょい沖だからさ。あの波紋の出方だったらな。魚なんだ。うん。朝ねここのやっぱ。ウが入った。ウだ。あでもウがいるってことは。ベイトはいる。うん。魚探にもねいい感じのもっこり映ったから、もうベイト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 みたいな。おお、ブーダよし、今日よろしく頼むよあいつが中層で追い回してるってことは噛まれた後バスがいるはずなんでサンアクションちょんちょんちょんでこう糸のたるみ見て、ちょんちょんちょんで糸のたるみ見て、でパンパンとか張ったらまあ合わせモーションに入るか、ちょっと食い込ませるか。そこにいい塊移りました。今日はガチで攻めるからちゃんと充電しながらやろうね。いい感じで映ってる。7.2 で中層には結構いい感じで映ってます。もうちょっとね、もうちょっと奥に入れるとその道路の上に乗るから、その道路の上からその道路の崖沿いにタラ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 って落としていく。でそこまで行ったらそこバスも食ってくるから、なんて11時ぐらいまで釣れないのに同じこと言い続けるかもしれない。おかしいな。今日1日いいベイトが映ったって言い続ける。
もね、あ、今のぐらいの、その中層をこうバーってやるときに中層にいるバスが追っかけながら下に、あ、なんかいるって追っかけながら行くの。で、たまたまそこで食うみたいな。入れて、着底して、そう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 。この前はその投げて落としてるさなかも食ってきたりしたけど、今日はちょっと水温もう一段階下がったから、まあ得意の、よっしゃ、よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケー、しっかり取ってこ、朝一フィッシュ、よし、よしよしよし、おめでとう、おめでとう。ディディーディディディ、簡単だな、簡単でしたね。よし、測ろう測ろう。43くらいあるんじゃない？ないね。ちょっと、まだわかんない。気をね、気をね。ルアー何ですか？おめでとうございます。ルアー何ですか？ルアー何ですか？ルアーバイブレーション。嘘だよ、嘘だよ、嘘だよ、絶対。レックワーム黒のバイブレーションです。レックワームのバイブレーション、おめでとうございます。いや、ほんとね、地合い、ほんと、ほんと食ってる時に、そこに群れが刺してるから、入れた方がいい。ワンバー直した方がいい。それはやって。ワンバー直して。まあでも、多少こっちもね、3匹ぐらい釣ってるから、こっちは当たりを。あっちの掛け上がりはあるの？ん？あっちの駆け上がりはあるの？はね、2月のあの南風吹いた時とか4号アップが刺したりするんだけど、とりあえずね、とりあえずこっち、うん、こっちのヘリの方が、うん、サイズ狙いはもうあっちかも、あっちかこっちだから、ここがほんと20、30超えないなってなったらちょっと見に行くけど、一匹釣ったら、あとね、スモラバージ編はありかもしんない。あ、まあ、だったらそれで押し通した方がいい。当たり出てるんだから間違いない。こんだけ釣れてる状況でサイズアップ測るのは、俺も持ってきてないんだな。でも 28.5 は効いてくると思うけどな、成績的に。今日は、うん、持ってるだけで、そう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 、開始1時間っていうか30分で取れてるから具合いいよ。ポチャッと、この前より適度に流れる風があるからいいかもしれない。釣れそうなんだけどな、どっちにいるのかな。なんかさ、このロードベッド沿いにもうひたすら群れで行って来て行って来てってやってる感じだから、そこにルアーを置いとくのが重要というか、何回もちゃんと投げて、うん、で10時から爆風予想なんだとしたら、朝のこのライトリグしっかりできる時間にしっかり当たり取っといた方がいい。この前もすげえ爆風になったら、はい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 、重り重めだよね。ですね、僕朝から重りを、うん、俺生涯 2.7g だ。今日 3.5g。 あ、重いね。あ、でもその重いののリアクション気味な動きに食ったのかもしれないからね。ずっとやってなかったからさ、うん、軽いので風吹くとマジそこ取れなくて、はいはいはい、重くいったから。あ、でもそれありかもね。それが効いてたのかもしれないね。どんどん裏に、
初詣しないです。でどんどん裏マジで行けなくなってる。なんか埋まっちゃって、あの入り口付近まで行けたんだけど、そう、その入り口付近にすらもう近寄れなくなってた。浅くなっちゃって、サンクチュアリだな、まだ行けないのみたいな。お、スザタモ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 、あ、やべ、タモ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 、よっしゃー2024明けおめバスレッグハムのダウンショットで来ましたよ。やった。ちっちゃいけど今日はリミットサイズないんで、ありっしょ。およそ24センチ。いや完璧だ。じゃあ上位します。24.5。いや、あのね、ロードベッド沿いにやっぱ投げて、そんなじっくりでもなかったと思うよ。うん、さあさあエンジンかかってきましたよ。いやー、俺も20、30超えるまでちゃんとライトやろうかな。まあでももうこれで2人とも安心だから、野村方面に行こうか何しようが。30アップ取りに野村行くかとかもできるようになった。でもこの隙がここ空いてんだよ、やりやすいんだよ、ふわふわ流されながらさ。てかこの前に比べて本当魚の映り方が良い。あ、これ食っちゃうなみたいな映り方が結構朝からずっと。でもこれが太陽がバッて差した瞬間に終わったりするから、ちょっとそこまで集中してライトをやって。ここの際は終日日陰なんで、そこら辺まで明かりが入るんだけど、だから冬とかだから逆に安定してんだと思うんだけどね。うん、もう終日そんなんだから。うん、あそこの島の裏にもそういうとこあるんだけど、あ、結構明確にダン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 ってきて、魚ですねみたいな感じで余裕持って合わせられた。でもスーさんのやっぱ一段深いとこで食わしたやつの方がサイズが良かったね。細かい話だけど、そこっちの方が浅いんだ。いや、あのね、レンジあっちの方だからもうちょい深いのかな。なんだろう、あれか、ヘリって言ってたもんね。ヘリから落ちてしばらく行ったとこでスーさん食わしてたっぽいんだよね。ヘリに投げて、ヘリからボートの、もう脇くらい。そうするとちょっとこっちの少し深い側でしっかり壊した方がいいんだな、サイズが。まあ4センチそこそこの話だけど、もう30センチキーパーだとほんとその微妙な差をさ、変化をさ、だからあっちだといくらっつっても20センチぐらいだから、24センチぐらいだから、こっちで食ったのは結構30とかだったんだよね。いや、いいっす、いいっす。このね、立ち木についてるからね、そういうのにめんどくさいけど、あ、ごめん、ボートの下入っちゃった。え、取れた？やっぱこれで駆け上がり近づくと、ここで5メーターあるんだけどさ、駆け上がりのショルダーに移るね、まあ、ビッ。この行ったり来たりしてるやつだと思うんだよな、多分。
あーでもここら辺も下にすげえシャーシャーシャーってのが映る。スタックポイントでスーさんの位置からちょっとそっちに岸際に入れると、この前バイト連発ゾーン、うわーすっげえ固まりつった、いるね。ニゴイショウだ、ニゴイショウだよ、ニゴイショウ、ゲロウショウ、ありがとうございます。ウニウニしてた。いや、一応上いいんで。なんか今そこの水中タッチ機みたいなの乗り越えた時にクンクンって来たんだよな。なんかね、その岬の方に投げると一個スタックする木があって、チョリチョリしてたの、そうだったの。おやべ、寝かかったか、いや取れた、抜けて沈め出したらドゥン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 って一回あったんだ。ニゴイじゃない、わかんない、ニゴイかもしれない。恐ろしいことに、はい、外からかかった。内側じゃなかった、なんだろうね。よっしゃ、いいサイズ。ちょっと待って、まだゆっくり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 、よいしょ、2匹目サイズがダウンしてる。出すよ、ちょ待って、でかいよ、でかい、イエーイ。冬バス何で釣れたんすか。レッグワーム、レッグワームのバイブレーションか。はい、ありがとうございます。写真撮っとこうか。ありがとうございます。竿最初いい曲がりに見えたんだけど、ね、あちょっと重いかなって。ありがとうございました。どうでしたか。簡単じゃないね。まあでも2匹3匹だよ、ニゴ入れて3匹、3匹だよ。もうあんた大した玉だよ。参りました、3匹釣れたら御の字ですよ。2時間で。まあ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 、天気も良くて楽しめましたね。ああ、じゃあ辛くはない、ウェインに向かいましょう。ありがとうございました。あ、はい、いいなあ、そんなでかいの釣れたんすか。ぼちぼちちっちゃいのが釣れた。え、景気いい話してた。56番。あ、56番が26じゃないんだ。ニッパチ、はい、じゃあ表彰式始めたいと思います。お疲れ様でした。ハブカップ2024新春ですね。今回62名の参加で、釣ってきた方は24名。下道賞が一人もいませんでした、残念です。で、表彰式の前に協賛の方を、ご紹介させていただきます。
エンジン、あとハンクル様、ザルツ様、リバイブ様、トキタボート様、石井様、横山様、今井様、安倍様、高野様からご協賛をいただきました。いつもありがとうございます。では5位の方から呼びますので前にお願いします。ちなみに6位は32センチ角田さんです。惜しい。どうしてそんなできるのって言ってた。第5位 33.5センチ平野さん。惜しかったな俺。第4位 34.5センチ野村さん。うちの娘。ハイクラスでしょ。ハイクラス。2位がなんと同じ長さです。36センチ岩本さんと鈴木さん。毎回同一になってる。じゃんけんしましょう。いやいやいや、じゃんけんしましょう。あ、最初はじゃんけんぽい。アイコでしょ。はい、どうぞ。あの差を選ぶ順番がこれで決まっただけなので乗ってください。箱潰れない大丈夫。優勝37センチ。あ、もう立ち上がる準備をされてますね。曽我さん、曽我さんです。曽我さん。よいしょ。じゃ写真撮ります。あ、それも出して。では1位の曽我さんから20とか。はい、それでは第5位の、平野さんから今日釣ったパターンなどを聞いていきたいと思うんですけども、今回インタビューをやりたいという人が約1名いらっしゃいましたので、インタビューをお願いしたいと思います。通夜さんお願いします。マジかやりたいって言ってないですけど、マジっすかこれ。はい、どうぞ。あれ YouTuber ですよ。有名な YouTuber。 マジっすか。あれ YouTuber ですよ。マジっすか。全然用意してないですけど。急なんですけど、やらせていただきたいと思います。第5位の平野さんから釣った場所とかルアーとかお聞きできればいいかなと思います。はい、お疲れ様でした。そうなんですけど、あの3日の日に来たんですけれども、釣れなくて、ゼロだったんで、なんとか、釣りたいと思って、もう朝からあのダウンショットで、3日の日に埋めたぐらいがいいっていうことだったので、そのあたりをやってたんですけども、まあ、ずっともうあのどこやっても釣れなくて、もう12時ぐらいに上がっちゃおうかなと思ったんですけども、最後にあのその橋の橋ですね、の満足のところに入ったところの6か7ぐらいですかね、のところでダウンショット、グアムで1匹釣れて、もう それだけです。なるほど。以上です。1匹、ワンバイスワンフィッシュっていうんですかね。そうですね。はい。はい、で、グアムの黒、はい。黒じゃないですね。なんか、いっぱいキラキラした、なんですか、レインボーなんかみたいな。レインボーなんか。はい、なんかそんな、すごいキラキラした、はい。ダウンショット、ちなみに、はい、シンカーとか何グラムとかって。2.8 です。2.8 グラムで。はい、で、入れて落としてちょんちょんみたいな感じでぐんぐん。はい、ありがとうございます。そしてじゃあ第4位の小村さん。朝9時ぐらいだったかな。で、椿本の先の島のところでライブスコープで立ち木を探して、立ち木の中にダウンショットを入れてちょこ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 やってっていう感じで1本です。ワンバイト、ワンフィッシュ、ツーバイトあって、はい、ワンバイトだけ。おお、椿本ボートで白鳥島ってことですか。あの先の岩の島、岩の島、あそこの周りをいろいろと徘徊してました。ダウンショットで。ダウンショットで。これは具は
これはレッグアームの。レッグアームの。29で、緑色っぽいキラキラしてる。緑色っぽいやつ。シンカーの重さとかも。2.2。2.2。レンジはどのぐらいだったんでしょう。5、6ぐらい。はい。ちなみに若干僕、私も岩の上島入ったんですけど、ベイトみたいなのが結構映ってた感じでした、ね、ライブだと結構見えてた感じですか。ライブで映ってて、なんか、まあ、その1位の人がその前に釣ってて、友達なんですけど、ああ、なるほど、お知り合いなんですよ。で、はい、立ち木で釣ってるって言ってたんで、はい、立ち木をやろうと思って、はい、ライブで見えてる立ち木にやって、シェイク。シェイクしてみて、はい、たらくんと儲かるようなバイトになります、はいはい、なるほど、はい、34.5cm ですね、はい、一応取ったのおめでとうございます。それでは同率の2位なんですけども、先に鈴木さんです。鈴木さん、はい、36cm、 キャップじゃないところで、そういった感じだったんでしょうか、教えてください。釣った場所は神社下のバーサンワンドから見て左側のストレッチですね。ボートポジションで4メーターで、まあ狙うところはそのバンクに絡んでる倒木にテキサスをズル引きで、はいはい、その1本が1本、はい、で36cm。そうですね。なるほど。それちなみに、まあ、かなり詳しく聞いちゃうんですけど、はい、テキサスってグア、ゲイリーの手長ホックの黒です。はいはいはい、5グラムぐらいです。今日は 3.5 ですね。 3.5、はい、軽めですね。まあ、ほんま軽い、まあ、普通、私なんかで普通。ああ、なるほど。鈴木さんはいつも手長ホックなんです。ああ、そうなんですね、はい、そうなんですよ。手長ホックの方なんです、ね、またはグラブかどっちか。ああ、なるほど。それを入れてやるとバイトが出た。大体障害物にあるところしかやらないので、はい、はい、クラップは全然やらないので、大体立ち木とか沈んでるものとか、時間帯とかが8時半です。8時半、はい、ああ、じゃあ朝割と浅めで、そのまま何もなかったえ、今日の1日ですか。はい、まあ、1本釣れたんで、はい、あとはもうちょっと、まあ、カバーちょっと減衰したとないんですけど、はいはい、もうそうちょっと沈んでるところとかをちょっとこうやったんですけど、はい、何もなくて、はい、もっとサイズアップしたかったんですけど、はい、ちょっとこの長さでしたなかったということで。そうですね。なるほど。でも36センチと、まあいいかなと思って、今のカメラだと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは同率2位で36センチ、はい、岩本さん、はい、お疲れ様でした。釣れたのは8時ぐらいで、松下ボートさんの水中島のところに絡む立ち木のところ、1月2日かなの日に練習来た時も自分も坊主で釣れずに、ちょっとこう亀山あんま経験ないんで、少ない経験だったんで、横山選手にいろいろと教わって、場所とかやり方を教わってやったところ、今日8時ぐらいにレッグワームの黒 2.6g を立ち木に絡めてシェイクしてたら持ってったって感じですね。で、そこからいろいろ回ったんですけど釣れずに、12時ぐらいにカバーで、モコリークローの黒のテキサスでバイトあって、フックの手前までちぎられてで釣れなかった。2バイト1フィッシュですね。その2バイト目のやつはどこで。これもそのなんていう、水中島の右側、右側って言っても分かんないか、あの水中島なんですね。ちょっとあのなんていうんでしょうね、カバーで少し沖に出てる、なんていうんでしょうね、垂れた木っていうんですか、はい、そこの先端に提灯気味に水中で提灯するような感じでやったらゴンってきたんですけど。ちなみにその木が見えてるってことはライブは、ライブ、あ、僕ライブ買ったんですけどまだつけてないですなしで今日はやってて、今日は、はい、その立ち木のやつの水中そうです、はい、もうそこら辺にあるなっていうのが分かったんで、はい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 、それに絡めてやった感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。おめでとうございます、はい、第2位です。
そして第1位、入賞おめでとうございます。37センチ曽我さん、はい、はい、あの今の浮き持ちと先にそっち、釣り方をお願いします。アジ、アジだよ。気持ちはもう半年ぶりぐらいに亀山来て来たんでかなり嬉しいです。全然釣りも釣りも3ヶ月ぶりぐらいだったんで、すごい嬉しいです。釣れたのは4位の人と一緒のところに大体、ま、教えてもらってたんで、いて、なんだっけ、岩の上島、岩の島とのところで、で僕もワンバイトで釣れただけです。何だっけ、ワームが、すいません、あんまりこの前来てない名前が出てこないんですけど、はいはい、1.8 グラムのダウンショット、ダウンショットで、なるほど。レンジとかは、5メーターぐらい、5メーターぐらいを入れて、バンクに投げて、いや、もう立ち木があったところに行く感じです。そこに1個あるなっていうところに、はいはいはい、したら食ったって感じです。おお、結構自分は今日バイトがめちゃめちゃ遠かったんで、あれなんですけど、ロングシェイクとかしてするようなもんだったんですか。一回食って離しちゃったんで、はいはいはい、そのままちょっと放置してたらまた食ったって感じです。はい、おお、なるほど。ちなみに、魚探っていうかライブスコープみたいな、ついてないです。なしで。なるほど、素晴らしいですね。37センチ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません。ですね、であと、3位とか、まあ、同率2位の鈴木さんまで年末のグラチャン権利獲得になりますので、一応ライブレー戦にはなりますけれども、12月の末の亀山、今年、はい、もしはい、やるぞっていう気持ちが出たら参加してみてください。はい、おめでとうございました。お戻りください。はい、通夜さんもありがとうございました。この上でみんなでジャンケンして、おお、なんか出てきたぞ。スペルバウンドコアハイクラス 60SULST の最終プロドです。バットが製品前より 5% 強いんで、まあ、暴走でダウンショットやるならこっちの方が、いいかもしれないよ。ちょっと重いから70、69g ぐらいです、トロットなんで。みんなとジャンケンね、じゃあ、まあ、みんなといいですか、ジャンケンって言うよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。もう一回、最初はグー、じゃんけんぽい。もう一回です。最初はグー、じゃんけんぽい。あかん。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。まさか勝ってる人いないですよね。じゃあもう一回、最初はグー、じゃんけんぽい。負けた。もう一回です。いいぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。パパも本気出してきた。初期の方、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。やばい、パパも本気出してきた。田中さんのパパ、あ、ありがとう。今日は3を折った。朝3折っただけありますね。おめでとうございます。最強じゃないですか。で、次、まあ、大会いろいろやろうと思うんですけど、6月30日にカエルパーティーっていうのをまたやります。今回で片倉ダムです。
笹川ボートさんになりますので、また、ブログとか SNS で、アナウンスしたいと思うんでお願いします。カエルの競争だけの大会で、そっちもデジタルでやります。キーパーサイズなし。あと8月の、第1の日曜日に、もう一回ハブカップやりますけど、そっちは春名湖なんで、多分そんなに人が皆さんこちらは来ないと思います。こちらからは。はい、というわけで、じゃあはい、OK です。はい、ほら、ウーチバー開催。戸田中さんのお父さんがじゃんけんで勝ち取った、SCHS の 60SUL の ST、スペルバウンドコアのハイクラスモデルですね。これまあ作った経緯としては、ダウンショットを1本でラージもスモールも全部やるような感じで、作った竿です。だから今までの普通のスペルバウンドコアの SCS の60ハーフ UL よりも全体的にマイルドで曲がるようになってるんですけど、バットのパワーは結構残してあるんで、ボーソの 2.7 とか 3.5 のダウンショットを使うこともできるし、スモールで2インチワームの、スモール用の MR フックとか使って 1.8 グラムも繊細にできるっていう竿。従来のからハイクラスが去年登場して、はい、どう考えれば、まずハイクラスは基本的にはやれること全部突っ込んでるんで、まず軽い、マットで2回ガイドがチタンの SICS を使ったりとか、カーボンの素材もものによって、全部その使い分けてる。だから M40X40 トンとか、あと T1100G、33トンとか、そういう、まあ、今一番この、まあ、ハイクラスの竿に使われてる素材を全部、まあ、モデルによってですけど、適材適所で使ってるような竿ですね。だからもう持った感じが全然違う竿です。フィッシングショーでは新しいモデルとかも、はい、フィッシングショーで新しいモデルを出しますんで、その辺はぜひ、まあ、見に来てもらえ。でも今回はルアーの方が隠し玉が多いです。一切 SNS にも何にも出してないやつがあるんで、はいはい、まあ、その辺を見に来てもらえればなと思います。はい、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。